今日はいい天気。はい、皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日はね、めっちゃ暑い。こういう日はやっぱりちょい飲みでしょうっていうことで、ちょい飲みしますよ。今日行く店はね、新メニューが出てるみたいなんで、それでちょい飲みしようかなと思ってますよ。行く店はこちらです。はい、中尾さんです。では参りましょう。中尾南塚口店。缶ビール&鶏から2個450円。こういう少し安くなるセットがあると嬉しい。ちなみにこのセットで40円お得である。乾杯。やっぱり暑い日に飲むビールは最高にうまい。唐揚げがおつまみとしてメニューにあるのが嬉しい。中尾の鶏からは結構うまい。まずはそのままいただく。鶏からはビールのおつまみとして最高である。幸せな午後である。ビールがうまい。ビールがどんどん消えていく。早くもこれでビールが終わりだ。ビール終了。2本目の缶ビール290円。グラスも変えてくれるのが嬉しい。香り唐辛子をかける。これでピリ辛になってうまさ倍増である。やっぱりうまい。癒しの時間が流れる。ゆっくり流れる。
山椒もかける。七味と山椒両方かけるのが俺流。これでワンランクアップのうまさになる。やっぱり最高だ。ビールがどんどん消えていく。ビールが止まらない。二本目のビールもこれで最後。これが今回の新発売メニュー。海鮮ユッケ丼並み790円。わさびとタレと卵は自分でかけてのせるスタイル。これで完成。まずは具材でビールを飲む。これはエビ。いい感じでうまい。海鮮でビールを飲むのは最高だ。3本目の缶ビール290円。今度はマグロをいただく。これもうまい。ビールが進む。錦糸卵を乗せてイカをいただく。イカは食感がいい感じ。かかっているユッケダレが最高にうまい。いよいよ卵を崩す。このトロトロ感がたまらん。海鮮とユッケダレと卵の融合した味わいがびっくりするほどうまい。さすが中腕である海鮮系の丼の完成度がやばい。うますぎる。このサーモンが実にうまい。口の中でとろける。最高にうまいビールを飲める幸せを感じる。だが幸せな時間はあっという間に終わるものだ。ビールがこれで終わりだ。
この海鮮ユッケ丼、本当にうまい。そして、価格もリーズナブルである。だから、おすすめです。ぜひ、一度お試しください。食べると多分、幸せな気持ちになると思います。これで終了。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。はい、ちょい飲みしてきましたよ。めっちゃ美味しかった。海鮮ユッケ丼やばいね。あれはこれはおすすめですよ。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしくー。